567が整ってるわ。おい、なんかでな、あ、きたー、ビッグビッグチューン来い。男の子だから泣かない。いや、いや泣くね。チューン来てー、お願い、チューン来てー。ビッグムエキ行く？これなん、ムエキってさ、かっこよくね、あえて行くの。うわー、チューン来てー、来てー。エクスペクトパトロナーム、ロン、よこせ、お前のナイトメアを。ナイトメアって、しゃー、58,000点。来年はほんのちょっと本気を出す年、これしようと思ってたんですよ。ほんのちょっと本気を出す年にしようと思ってたのよ。いや、その理由は、そう、やっぱ経験を、経験に重きを置いてる以上、いろいろ挑戦するわけじゃん。でもね、毎回毎回、あー、やったはいいものの、やらなきゃよかったなーって思うことしかないのよ。あー、まあでもこれも経験か、あーって思いながらずっとやってんのよ。でそこをちょっとマインド的に、もうほんのちょっと今年は本気出すんだからっていう体にすれば、よし、じゃあもう本気で取り組もうっていう、こうマインド的にもうより良くなるんじゃないかみたいなのがあった。やばい、ちょって思ってたんだけど、うわー、けましておめでとう、うわー、明けおめー、ここで迎えたことによってあなたたちは運が良くなります。あ、てか明けおめツイート考えてなかったわ。コンプレッサー外すわ。じゃあせっかくだし、新年だし、明けましておめでとう。実際どう、やっぱね、やる気を継続させれる人ってすごいわ。あー、てかもうあれか、明けおめ再び、これを明けおめツイートにする。これいきなりツイートしたら俺病んでると思われるって。ツイートにしたら途端に病んでると思われるよ。これ1年本気を出し続けなきゃいけないわけよ。もしだるがってなんか手抜いた自分がいたら、その時点でこの呪いが反射してしまうから、それ良くないんだよね。でもせっかくならやっぱ来年の抱負、考えをさ、考えを測る定義が欲しいよな、来年という1年のために。俺優柔不断だから、やっぱ年の初めに定義を、こう定めを必要とする。結局さ、みんなの満足度を高めて、あの金のね、流れを良くしたいわけよ。だからみんなが喜ぶものを、まあ1個2個出しときたいよな。歌枠はやりません。ライブで、ライブさ、いやでもライブか、確かにな。でもライブの、でもライブで金使ったらさ、俺、うん、まあでもね、実際大事、満足度を高めて好循環を生みたいわけ。グッズか、そうね、グッズ。まあでもライブは実際楽しいよ、俺も。大変なだけで、でみんなが満足してるから熱いね。俺これあえて、いや体力作りありかもな。いや無理だったんだ、そういえば。いやだからこれね、パーフェクトボディです。健康な年にしようかな。夜には寝てみたいな、この日本の標準時刻と合わせて生きる。やだー、絶対続かない。もういろいろ挑戦してきたからわかるけど、続かないよな、クズファーム。パーフェクトボディ200万人目指す、いやそういう目標あってもいいと思うんだよな。俺もう10万人を超え100万人いった時点で、もう実感はなく、感覚としては全然変わってないから、その頃から。
そういうなんか目標とかあってもいいかもな。今マジダラダラ生きてんだよな。流行りの曲とか流行りのゲームちゃんと全部、あとなんだっけ、八番道路なんだっけ、八番線だっけ。でもさ、200万人行ったら何々とか、なんか行く理由が今ないんだよな。もうみんないるから結構十分なんだよな一生。八番出口か。いやでもいい経験できたな V サイバロー、マジ良かった。俺なんか近年のゲームの大会の中でなんか経験として一番新鮮だった。その協力して戦う感じが、なんかスペックに依存してない感じがめっちゃ良かった。バロー一切触ってないあの日から。裏でもやってない。裏でバロやってる人たち茶化すだけ茶化して一回もやってない。え、でもさ、俺がさ予定とか組んで配信したらどうなるんだろう。配信したくない時にする配信とかも出てくんのかな。あー今日なんか配信の気分じゃないなーみたいな時も配信するわけでしょ、予定立ってたら。なんかそれはそれでおもろそうだよね。いや、やる気ない時に始めた配信は今日やる気ないわーって言って始めるの嫌だろ。そんな配信義務配信ウルーカとラジオ意味わかんないでしょ。ウルクズラジオ、カナチークズは話ないね今。いや俺もね、最後に1回ぐらいとは思ってたけどないね今。シーセンと遊びたいよね。抱負に入れたくないけど、俺の中ででかいこと、外ロケ、これでかいです俺の中で。まあ外でなんかするみたいな。うわーやだなー、マジでやだなー。無人島は外も外だろ、外すぎんだよ無人島。いやー外ロケー、いやきついか。いやこれ外ロケじゃないっていう口実を残しとこう。外じゃなくてこれタト、タトロケ。これ外ロケっぽく見せてるけど、やらなかった時はあ違いますよ、これタトロケです、タトロケにしとこう。そしたら、いやー行きたくねえ外。またロケは言い過ぎ、外でなんか撮る。まあそれは動画かもしれないし音声だけかもしれないし、でもこれもね逃げれる。タトでなんか撮るだからこれレビィさんとディズニーいざ行ったら俺喋ることないって、気まずいって。あもし本当に行くことになったら、あの計画立てる配信するわ。まず何から乗って、あのみんなで一番いいプランを立てよう。てか俺いらないだろそれ、一番いいプランを提供して行ってもらおう。今のディズニーは前とは違うぞ。え何どういうこと何怖いんだけど今の侮ってはいけない。えタトで釣りしたい俺、えタトで釣りしたいよ俺、ちょガチで釣りしたい。これ願望、願望ゾーン、願望ゾーン突入。なんか俺もう釣りをしたすぎて釣りに対して幻想を抱いてるんだよね今。マグロ死ぬって、マグロ俺釣ったらマグロに激突して死ぬ俺。マグロと 1v1 したら普通クラッチされるよ俺。いや俺釣り堀おもんない、マジ。ランクとノーマルぐらいの差ある、釣り堀とその辺で釣るの。釣り堀はマジでノーマル、カジュアルマッチだよ。ランク行きたい俺、ランク以外興奮できないからさ。まあこんなところかな目標は。そしてゆとり手たちの夜が今始まる。まあチルだね最終目標。今年の抱負、抱負でいいのか、チル。まあチルしつつも時にはハイに。みんな明けましておめでとう、今年もよろしくお願いします。チルでいきます。もしかしたらチルしすぎて2週間配信ないとかもあるかもな今年は。チルなら
心してかかってください。